お疲れちゃんですラットです。というわけで、今日はですね久々の実写動画なんですが、こちらね、皆さん見ていただけると分かるんですけども、新ユニフォームがね、はい、届きました。前までファブのユニフォームは白にグレーだったんですけども、今回ね、結構黒ですね、もう真っ黒、というわけでめちゃくちゃかっこいいユニフォームをいただきました。そしてですね、皆さん気づいた人ねいるかもしれないんですが、なんと、こちらをね見ていただけると、ここですね、ちょっといやらしい感じになっちゃった、はい、ポノスというね、文字が入っています。ポノスですね、僕はね今ファブゲーミングに所属してる、ストリーマー部門、かな、はい、所属してるんですが、去年までねそのポノスにお世話になってました。クラロワリーグチーム戦、2年間ねポノスで活動していたんですが、そのチーム戦が終わるにあたってポノスをね、脱退して、今回ファブゲーミングのストリーマーとして、活動しているんですが、そのポノスがですね、こう、クラロワリーグチーム戦も終わって、こうねみんなとお別れしたんですが、なんと今後もこう応援していきたい、ポノスにいた子を応援していきたい、サポートしてあげたいということでですね、ここに刻まれましたポノスが。いやめちゃくちゃかっこいいっすよね。なんかずっとね、なんか言ったらあれですけど、なんか敵チームというかね、ファブとこうポノスでいつもこう戦うようなね感じだったのに、なんとこう並ぶっていうね、いやめちゃくちゃかっこいいですね。ポノスさんが今後もね応援してくださるという、非常にね、いやマジでめちゃくちゃお世話になったのにこれからも応援してくれるっていうね、ありがたすぎる、マジでね感謝です、ありがとうございます。というわけでね、ポノスさんが今後もね、はい、応援してくださります。そして、僕ポノスに入ってた時は、クラロワ動画しか上げなかったりとか、今までマジクラロワ動画しか上げたことないんですけども、ちょっとね、ポノスさんが応援してくださるということで、ポノスのね、ゲーム、皆さんご存知でしょうか？ポノスが出してるゲーム、にゃんこ大戦争っていうね、いや、ほとんどの方ね、やったことあると思うんですよ、ぶっちゃけ。僕も、8年ぐらいもうね、続いてるゲームらしくて、中学生ぐらいですね。本当中1、中2とか中3ぐらいでめちゃくちゃね、やり込んでたゲームがあるんですが、それをね、今後、ちょいちょいね、やっていけたらいいかなと思いますので、今日早速ね、やっていきます。はい、というわけで、こちらがね、にゃんこ大戦争ですね。いや、なんか、こう、クルロ以外のゲームをすることがないから、動画でね、マジでこう、珍しいというか違和感しかないんですけども、ちょっとにゃんこ大戦争やっていきます。で、今ね、めちゃくちゃいい、ガチャが来てます。ゲームの説明をね、多分した方がいいんですけども、ゲームはタワーディフェンスゲームですね。自分のタワーがあって、相手のタワーがあって、自分、こうなんかね、キャラ出して攻めさせる。でも、倒したら勝ち。説明めっちゃ下手かもしれないんですけど、でも皆さんほぼ知ってると思うんですよ。知らなかったら、ググってくださいと。というわけで、ちょっと早速ね、僕データがもうなくて、めちゃくちゃ初心者なんですよ、今。超弱いんですよね。だから、強いキャラをゲットしちゃえば、一気に無双できるんですよ。だから今、この、超限定セールみたいな。ちょっと待って、やば。やばすぎるセールを見つけちゃったんですけど、なんかいっぱいセールが来てたんですよね。とりあえず、買っちゃいます。いやー、でも、この、2800円でも痛いんですけど、だってこれ25,600円のセールが1万円で買えるっていう、ちょっと大富豪していいですか？なんかプラチナチケットみたいなのもらえるらしいので。というわけで、めちゃくちゃごっついセールを買っちゃった。あれ？どこや？どこに届いたんや？お！やばい。経験値みたいなのがさ、ばっかもらえた。いや、しかもこのプラチナチケットってやつが多分いいんですよね。で、あとね、なんか他にも、セールがあるんですよ。さあ、大感謝パックか。これ、お得なのかな？お得って書いてるっすもんね。お得って書いてるんで、買えます。いやー、マジか。ちょっとやりすぎかな。ポノスね、お世話になったんでね、ちょっと。はい。還元していきます。さあ、ここで、
やば。この猫缶っていうのがなんかこういろいろね便利ですね。この猫缶を使えばガチャも引けるし、なんかレベル上げたりとか、まあ何でもできて最強です。いやなんかセールみたいなのこれめっちゃあるんですよね。さあレジェンドチケット、超激レア伝説レアキャラのみ入手可能可能日本語喋れない、やば。ちょっと伝説レア欲しいので、いやこれだけね、これだけもらう。さあ、いややりすぎかな、やりすぎかな、ちょっと怖いですけど、準備は整いましたね。いやめちゃくちゃ、とりあえずガチャねいきます。もうこのガチャが楽しみでしょうがない。いやしかも見て、今この8周年ガチャみたいなのが来てるんですよね。でこのにゃんこ男子戦争のあのまあ可愛い部分というか面白い部分はキモカワなんですよね絵がそうキモカワで、あとまあいろんなねコラボをしてるんですよ。そうだからエヴァンゲリオンとかともコラボしたり、なんか途中なんか何これなんかねこの全然キャラ違うじゃんみたいな、まあ多分コラボキャラみたいなのもねいたりして、いろんなキャラがいるのが面白い。なんでこのエクセレントセレクションを引きたいですね。でこれもさっきのガチャだ。うわーやばこれ、あ超激レアよりも上なんですね、この伝説レアキャラ。いやだこれ後に取っといた方がいいですね。一旦このエクセレントなんちゃらを引きましょうか。なので750で11連引ける。で何が当たりなのかを、まあ、見た方がいいですよね。まあ、この辺ですね、この辺。超激レアが 5%、 ハテナハテナレアが 0.3%。 え？どういうこと？いやこのね超激レアゾーンのねこの辺手に入れたいですね。で進化とかあるんですね。あこういうこういうのこういうのこれめちゃくちゃ左側可愛いのに右側超ブスみたいな、そんな感じでね。わすげえ、え可愛くなりすぎやろこれ。このキュービの姫ユリとか欲しいですね。でなんか精霊メララとかいますね。あいろいろいますね。というわけで、まあ、この辺のねキャラを、うわハーデスバカかっこいいな。いやこれだってこれで当たったらもうねガチ終了でいいですよね。あドルルルルルル、いや弱そう。まあレアですよね、うん、弱そうですね。11連できますからね。うわ、え待って超激レア出た、これがだってき、え金太郎さ8周年の8周年のとこにあったよな。だって金太郎これめっちゃ弱そう、超激レア。えこっちの方が強そうやん、どっからどう見てもこっちの方が優秀やろ。いやーあー弱いっすね。でこれ4回で金太郎出た。さあ5回あーまあ弱そうな気配はしてる。なんかもっとごっついさあー弱そう。6ですね。まあ、全部持ってないんでね、まあ。うわ、めっちゃ強そう。いや、レアかい。ワンチャンあったのんな。あ多分、超激レアはね、なかなか出ないんですよね。そう、なかなか出ないところを持ってきた。わぁ、なんか、気持ち悪いな。いや、あんま言ったら、うわってもっとやばいの出た。あ、激レア。これ、やば？猫立つ。いやあ、これなんかさっき見ましたよね。という感じで、11点で終了。これ激レアが確定とかではないですもんね。これですね、はい、金トロ。えめちゃくちゃ強い、超激レアがこのね、そうタイトルというかこのサムネみたいなのに映るめちゃくちゃいいやつ引いちゃいましたね。いや神すぎんで、しかもあと6000個もあるのでいっちゃいます。いやー頼む、ハーデス、ハーデス欲しい。いやーいなかったね、見たことない、見たことない。めちゃくちゃがキュービーも死ぬ、待ってわ激レアなんだ、なんか卵の上みたいなのってんな。イースターねんねこ、うん勝手に遊んでる勝手に。そしてなんかキャラの癖強いっす。おう激レア2回出ちゃったよ、いらないんだよな。おお仕事できそう。えリンゴやん、これ名前リンゴ猫とか、あ猫リンゴいやちょっと待ってちょっと待って、これ疑惑じゃない、これ猫猫じゃないでしょこれ
うお、めっちゃ出るな。こいつ いらないですね。ちょっと可愛いけど。ああ弱そうですね。え、ちょっと待って、猫リンゴあり、あれありなの。何でもいけちゃうよ。お、激レア、激レア結構出ますね。お、 KK みたいだ。いや、なんかいるんですよね、同じチームにこんな感じの人が。もうちょっとやっぱ8周年ガチャっすからね、絶対いいガチャなので、もうちょいこれ引きますね。おい、待って待って、イースターネネコね、あの呼びにくいね、もう覚えて。お、いや足ねえし。独特すごいな。あー、ホッピング、海賊、あー早いテンポが。お、持ってないやつだ。え、これ泉の猫女神、これ、いや影やで。これ本当に怪しいな、なんか。お、占い師ね。あー、持ってんのか持ってないのか。持ってない。さあ持ってる。うわー、マジか、超激レア。やっぱ当たるんすね。ちょっとラスト1回ぐらいもう1個のガチャにしたい気もするんですよ。よし、ここで。うわ、来た、絶対強え。これこういうの強い、僕が求めてたの。ジリュー、ソドム、いや、わかんねえ、わかんねえ、全然わかんねえ。いや、超激レア2体目か。いや、こんだけ回して2体ですからね。って考えたら、最初に出た1体、噛みすぎましたよね。あー、浮いてるやつね。ファイター。スプーンがなんか光ってんだよな。サイキックで。なかなか当たりやすいんすね。竹馬猫。わあ、すごい。当てちゃった。いやー、でもやっぱね、この8周年のキャラ欲しいっすね。なので、やっぱりこれでね、最後までいきます。頼む。マジで頼む。うわ、初めて見る。トースター猫。あ、猫トースターか。いや、欲しい。順番に並べてるだけなんだよ。あー、猫トースターです。あー、エステも、おっ、かわいい、これ。いやー、超激レア欲しいな。いや、最初のじゃあ金太郎はめちゃくちゃ雑魚キャラっぽいっすよね、見た目。見た目超雑魚キャラなのに超激レアだった。おっ、出た、猫じゃねえ、リンゴ。え、待って、やばっ。やばい、やばい猫しかいないんですよ。いや、この後ね、あの最強のガチャが2個あるので、それ引きたいですね。あー、終わりましたね。よし、というわけでプラチナガチャと、その後にレジェンドガチャがあります。やば、これやばいっすよね。超激レア限定、超激レアのみが、あー、超激レア 100%、いっぱいあるんだこの辺。超猫祭とか、ごく猫祭とか、あ、いろんなね、コラボのやつとかも出るんですね。え、かわいい、かわいいけど癖が強えな。まあ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 、引いてみます、頼む。いや、これで俺のこの先のストーリーの進め方が変わってくる。うわかんねえ、地獄警官エマ。うわ、でもなんか強そう。よし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 、まあいいでしょう。で、これは超激レアか伝説キャラがあるんですよね。だからここで伝説キャラを、伝説レアキャラ、うわ、 5%、 ここが 5% やば。いや、俺 5% 引きますよ、マジで、本当に。これ、マジで 5% 伝説、うわ、うわ、やば、ちょっと待って、 5%、 え、やっば、引いちゃったよ。待って待って、 5%、 ちょっとスクショ、ちょっと待って、やば、え、めっ
ちゃ強そうじゃん。だって 95% が超激レアっすよ。こんこで運使ったっすよ、僕やばっ。 5% これちょっと一戦だけやっちゃおうかな。はい、というわけでまずチームを編成しないといけないんですよ。で、僕の今の編成がこれで、これにさっきゲットしたね、いやこれですよ、ジャンヌダルク様。いやこれバカ強そうだな絶対強いっすよね。そしてちょっとね、他にもゲットしたキャラがいっぱいいるんですけど、まあ、超激レアは絶対いるよね。超激レアは絶対いる。まあ、金太郎は飾りみたいなもんだけどな。この辺のね、さあ強そうなやつらをしっかり入れて、激レアね、あのリンゴだけちょっとリンゴだけなんかどんなんなんだろうと思ってね、さあ戦闘やっていきます。まだね、こう都道府県はね、今はまだクリアしていく段階なんですけど、全然クリアできてません。いきます。で、あ、ユニットはねここで切り替えます。そして時間が経つとこんな感じでね、右上のお金が貯まってきます。お金でユニットを出します。で、左側のこれね、レベルを上げてあげるとお金のね、増える速度が、まあ、時給が上がるみたいなもんですね。で、ここで時給を上げてあげて強いやつを出したいです。これさ、多分今序盤だったらジャンヌダルク出す余裕がねえわ。お金足りんくてさ、リンゴで精一杯みたいな、ちょっと待って、リンゴで精一杯になってきそう。で、これは相手のタワーが1500あるんですよ、坂本龍馬だな。で、僕もタワー1000なんで、これね、あの先に折らないといけないんですよ。猫に頑張ってもらって、ちょっと時給とこれで財布の大きさも変わるんですね。僕があのジャンヌダルク出したかったんですよ。あの高3000円高すぎじゃないですか、これ出せないですよね。リンゴになる。さあ、あのリンゴ出しますね。600なってリンゴ出したら、あのリンゴで勝てる説あります。リンゴで勝つって。で、これなんか自分のミサイルがあるんですよ。強い。で、敵を倒してもちょっとお金も、うやばっ、そんなとこにあった、ちょっと待って、やばっやばこれ、超プリケツやん、やばこれ、強いのかなこれ。いやでも強そう。え、やばっ、ちょっと待って、こんなの隠れてたの使わんと分かんないやつじゃん。で、僕が出せそうなやつは、あ、でもリンゴ強えな、この金太郎ぐらいしかいないんですよね。うわ、わざわざ降りるんや、わざわざ降りるんや。あ、で、クマちゃんが、おいや、斧使えやお前、なんし斧持っとんねこいつ、やば。クマが斧持ってるだけでね、素手で殴ってやがるいや、だってリンゴ強すぎん。だってリンゴと金太郎で勝ったっすね。で、多分この財布をできるだけ上げた方が後半強くなるんですよね、後半に向けて。で、あとなんかこうやってね、手に入るいろんなキモカワ猫がいますね、というわけで。いや、今度ね、これもっと多分強くしとかないといけないんですね。僕自身ステータスみたいなやつをねしっかり上げとけば、ジャンヌダルクまた出せるということなので、ちょっとね、また次回ね、はい、まあ、ガチャ行きたいっすね。はい、ということでね、今日はね、実際初めてかな、初めての別ゲーやったんですけども、どうだったでしょうか。いろいろコメントにね、書いてください。まあ、ガチャ引いただけなんですけどね、はい、もっと課金しろとかいろいろ言ってください。というわけで、ちょっとね、初ユニフォームで、あと新鮮さもありね、めちゃくちゃかっこいいです。大会とかでもね、はい、これ着て出るので、ぜひ応援今後もねよろしくお願いします。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね、バイバーイ。